どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はネッサの迷宮最終層壊滅級をやっていきたいと思います。このダンジョンなんだよっていう方、詳細はこちら。はい、8月31日23時59分まで来てるやつなんですけど、ぶっちゃけまだやってない人います？僕がまさにさっき最終層まで進めたんですけど、まぁ、ちょっとね、まぁ、これ系わかりますよ。めんどくさいですよね。わかります。ただ、各ダンジョンクリアするごとに初クリアボーナスとして魔法石1個が手に入るので、1,2,3,4,5,6,7,8個もらえるのと、それに加えてイベントメダル虹が3枚と、プラスポイントが合計で4500ももらえるっていうね、なかなか美味しいダンジョンになっております。で、今最終層まで来たって言ったんですけど、そこまでの難易度もそこまでなので、はい、まあ割とクリアしやすくて報酬うまい、いいダンジョン、いいイベントなんじゃないかなと思いますので、ぜひこの動画見ながらでもね、ちょっと進めていきましょう。まだちょっと日数ありますけど、今やらなきゃいつやるの？よろしくお願いします。ということで、挑戦するパーティーは多色パーティーなんですけれども、まあこのダンジョン自体76なので、あえてね、そのセシリアで東堂でリダチェンっていうのはしなくてもいいと思うんですけど、まあリダチェンすることによって、万が一リダチェンが来た時に、それね、リダチェン体制持ってるのと同じ感じになるので、まあいいかなという感じで、このパーティーでやっていきます。まずセシリアが L 字で、ディノバルドの武器で上限解放で、保険係のラファエルで火力も出せますね。コンボ強化と、アシストはファガンの武器、上限解放ついてます。で、回復係のベリアルはスキブプラスのリナインバースの武器で毒目覚め耐性も積んでます。で、釘崎のバラが超覚醒スキブプラスのイノスケ武器で無効貫通潜在で、東堂も、無効貫通潜在の赤座の武器でスキブプラスで、フレンドさんのマリエルが超覚醒スキブプラスの、メニット武器ですねの上限解放。こんな感じで覚醒バッジ HP でやっていきたいと思います。さあ、実はメインアカウントも、シゲドラもまだやっておりませんので、完全初見になります。果たして勝てるのでしょうか。とりあえず最初一発受けようかな。受けるのと、まあセシリアも温存でいいわ。無効化で受けて、下げられるんかい。東堂が今行けたのに下げられるんかい。これは完全に行動を知らなかった僕のミスです。皆さん、ここ下げられるので気をつけてください。まあとりあえず普通に倒せばよかったね。はい、これで突破して、この次も色あるね。バトル2、なんだっけ、セブンザード先生はあったっけ。ありますね。毒は大丈夫、ベリアルがいれば弾く。東堂を使ってパーンからの、前職あるからこのまま行こうか。よいしょよいしょ。火と、あと何組んでない、光かな、闇も組んでないね。あ、光が、あ、光が、あ、光が、よし。で、ベリアルの後ろ溜まっちゃったね。最悪なタイミングで。あー、しかも盤面変換か。なるほど。あー、でも威嚇刺さるから、魔力増幅からの威嚇刺して、あと4でしょ。まあ、足んないんですけど、一旦盤面は綺麗にしようか。綺麗にして、どうしようかな、一旦。とりあえず、あ、なんで火消したんだろう。前職呼んどいて、OKOK、前職呼びました。で、あと2ターン覚醒無効だけど、相手も動いてきちゃうんで、まあ前職決めましょうか。決められるかな、5秒で。さっきのパズルの感じで。木でしょ？あと何、光？含めてるね。ほんと最低限って感じだけど。あー、そんなに乗ったら倒しちゃったりしなー。怖ーい。
あー下げてくるやつだ。でもまあもう一発受けれればって感じなんで、よいしょ、下げてくるやつ多いな。この前のフロアもね、なんかねめっちゃ遅延飛んできた気がする。ご利用したけど、まあご利用すればダンジョンっすよ全然。さあここで覚醒無効切れますが、下捜査服来ちゃったな。まあ仮にもね、仮にもというかバインディングにもというか壊滅級なんで油断したらそれは負けますよ。最低 OK、 とりあえずは落ち着いたかな。一応吸収無効とか取っといて、あー硬い子だよね、硬い子だよね。いきましょう。毒耐性とか積んでれば大丈夫な子だよね。もうね、覚えられないくらいいるじゃん、キャラで。覚えられないくらいの行動があるわけですよ。もう覚えられないよね、それは。で、あーいいダメージ、あんないい。もう一発だね。ロックは解除したい。木か光を L にしたくて、木が組めそうだね。 OK、 いきましょう。ここにして、木ここにして、これであと何組んでない？光？はい、いいんじゃない？あーキューポンボ、あー落ち込み、ありがとう。よしでバトル GO。 あーまあ無効貫通潜在でご利用せるかな。わざわざメニット武器を使うまでもないかなと思います。行ってみましょう。まあ割とターンに余裕のある子だった気がする。なかったらどうしよう。さあ行け。東堂は普通に火力出ますから。行け。おでゅー。天才。さあバトル6。ルーレットかな。上書きしちゃおっかな。めんどくさいし。しちゃいます。判断が早い。こんな感じで回復落としにして、火も落としちゃおっかな。闇もらって、光の L 字じゃない、回復の L 字とか入れてみて、あ違うわ、ちゃんと木か光 L にすべきだった。ロック来てるわ。でも盤面よしだし、操作負荷も終わった。よしこれで自由だ。晴れて自由の身となりましたが、消せないだよね。まあ普通に受けれると思うんで、はい、一応回復得る人かもしれない。大丈夫大丈夫、よし。これは普通に倒す。全職決めていく。決めゆく。決めゆく。あー待って、またロック解除してない。まあいっか。さあいけ。オッケー。でボスだね。何来る、何が来てもいいよ。なんだっけ、ネフティスか、光闇吸収ね。オッケーオッケー。イノスケ武器あるから、イノスケ武器で攻めようか。ブレージホー完全し、炎波付きだからね。前職しっかり決めていきましょ。前職、前職はアップバンクに所属しておりました。はい、いけ。回復エルジもね、入れちゃったからね。いいよいしょ、いいね。東堂21億で何する。あー無効化張ってきた。であれば、あーメニット残しといてよかった。メニットこれ属性吸収も無効化も貫通するんで最強です。ミニット武器はマジで強い、本当に。いきましょう。マジで強いよな、ミニット武器が本体まであるもん。もうちょっと組みたい、もうちょっと組みたい人生だった。でもまあ足りるでしょう、エンハもあるし、東堂が頑張るもん。頑張った、よし、オッケー。これでじゃあ報酬もらいに行きましょう。やるじゃないか。
はい、クリアボーナスで魔法石1個増えて、イベントメダル2次もゲットということで、魔法石が無料配布分で75個溜まっております。ゲリラ情報じゃないわ、あ、機種変更でもないわ。はい、購入履歴無料配布分75個ということで、大の大冒険ね、月曜日から始まるということで全部突っ込んでいくんですけども、1回だけ新フェスゲン登場記念ゴッドフェス引いていいっすか。いいっすよね。というのも、昨日ですね、1350日目のログインボーナスで魔法石5個もらってるので、これはゴッドフェスで使えという、そういう運命だったんです。はい、なので一発引きたいと思います。シーウルフが出たら、叫びます。出なかったら即終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。月曜日からはね、それこそ大の大冒険コラボの動画がどんどん上がるかなと思うので、そちらもお楽しみに。では本日もありがとうございました。ちーウルフ。